僕はサイレントベースを10年以上使ってきたんですが、その理由についてお話ししていきます。まずセッティングが非常に楽なんですね。コントラバスにピックアップをつけてマイクを立ててなんていうと非常にセッティングが煩雑なんですが、エンドピンを挿してフレームを取り付けてシールドを挿せばもうセッティング完了という、長年使ってきて身に染みて思っています。それから楽器の安定度の良さ、これはもう抜群だと思っています。エンドピンが斜めに入っていますから楽器が回らないんです。弾いていてこのように手を離すこともできます。そしてまあ持ち運びが楽、可搬性ですね。これはベーシストにとって悩みの種だと思いますが、コンパクトにケースに収納できるっていうところ非常に嬉しく思っております。車にもすっきりと乗せることができます。このように見た目こそそっくりですが、さまざまな点に改良が加えられています。例えば駒が大きくなっています。それによって低音がより豊かに出るようになっています。そして SLB300 の方がボディが厚くなっていて、加えてスリットの部分もより大きくなっていると思います。そして弾き心地の面でいうと、このネックの裏の塗装の違い、塗装が薄くなったことによってより手触りが本当にこうナチュラルになったということです。こうした点も相まって左手に感じるバイブレーション感、そして右手に感じるテンション感ともに向上しており、弾き心地がいいのでいつまでもずっと弾いていたい、そんな気持ちにさせられます。そして電池が単三になって扱いやすいです。それでは SLB200 と300を弾き比べてみましょう。指でも弾いてみましょう。